速出てきた。すごいのが出てきました。ゴールデンな感じで。それ入れすぎやで。入れすぎやで。え？映えそうでしょ。いやこれすごいわ。ちょっと映えそうでしょ。変な風にやらん方が早めに撮っときます。そう、沈んだりする、ね、多分ね、沈まないと思いますよ、うん、本当。ちょっとなんかあれやん、ズドッとなったりするの。早めに撮っていただいた方が、早めに撮った方が絶対。うわ、泡の上に乗ってるんで。そう、そうそうそう、乗ってるもんね。はい、やっぱ新鮮なうちいいですよ、こういうの。ちょっとぜひぜひ動かさんほうがいいやろ。お料理も順番にうんご準備します、うん、お願いします。もう、はい、準備してますんで大丈夫ですよ。もう来た。バーニャカウダーもう来た。いいですか。いいですよ、はい、当然お願いします。あー、こういう感じです。これがでかいんだ。あー、本流のなんか小さい、ちょっと小さいバージョンやね。はい、そうですね、うちのスタイルはそういう感じ。あ、そうなの。あ、見たいですよ。僕見たのはこのぐらいのやつで、はい、いろいろあるんやね。あー、わかります、ね、なんかね、よくあるのはその何も温めたりせず、うん、なんかこうつけそう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 ソースみたいな感じで温める程度のやつ。はい、うちはこうグツグツしながら食べてもらいたい。今すでに熱い。あんまりちょっとこの方法ね。あ、そうそうそう、ありがとう。これ何なの、これ。ちょっと説明を。これがバーニャカウダのソースです。あ、もう決まってるの。バーニャカウダのソースって。バーニャカウダのソースってこうベースがなんとなくこう何ですかね、チーズとかそっち系の。ああ、そうなんですかね。僕入れ物の名前やん、これ。バーニャカウダソースっていうのが絶対の。うわ、そうしたら僕むちゃくちゃややこしいこと言う注文したの。入れ物やと思って、入れ物見せてくれたらそれでいいっていうような。ああ、うん、そうですね。それで試しに遊ばして自分でなんかちょこちょこっと食べれるようにって言って軽く考えてたんで。多分自家製のバーニャカウダソースです。大体既製品もあるんですけど。あ、自家製の。そこはあれやね、はい、ここのちょっと楽しませてもらって。これ多分こっちがいいと思います。そうや、そうや。白はお野菜で、これちょっともうちょっと。スティックエンドウ、香辛大根。スナップエンドウじゃなくてスティックって。スナップでしょ。あ、スナップエンドウ。失礼しました。スティックエンドウはない。失礼しました。ビタミン大根、うん、スティックスンド。この丸いのがビタミン大根。この緑の。あ、緑の長いの。はい、緑の。これ大根なの。大根だそうです。あ、本当、はいはい、わかりました。はい、でスティック。鮮料理？なんかブロッコリーみたいな。ブロッコリーみたいな。はい、棒になってる、はい、ブロッコリーだ。はいはい。そうですね、うん。キュウリ。キュウリね。はい。これは葉っぱはあれやね。ラディッシュの葉っぱだ、ね。ラディッシュの葉っぱです。あ、オッケーオッケー。全部食べれるね、これね。いけますね。あ、この可愛いね、この豆がね。はい。スナップエンドウね。みちえさん。さすがでございます。これはもうちょっと待って。ガイクに。すごいですね。みちえさん本領が出てきました。じゃあ楽しませていただきますわ。はい。早速いただく。これ食べ方っていうのつけて食べればいいんだよね。ほとんどスティックになってるんで。大体まあ手でやね。うん、手でいくのが多いですね、やっぱり。わかりました。それから取り皿用意して、ソースを楽しむっていうの。こういきますか。あ、かけて。でも多分いやつけた方が美味しいんですよね。スプーンはある？あるわ。ございます。じゃあもうこれちょっと味見ながらやります。スープは別にでいくしね。スープ別に次にご準備します。わかりました。はい。ちょっと。写真もするし、早く食べたいしって言って、はい、これ固形燃料やから、まあ、消え、それは全然変えますんで、変えてもらえれば、はい、もしか消えたらね、はい、じゃあ楽しみます。ありがとうございます。ゆっくりと、はい、はい。
ちゃくちゃうまい。美味しいですよね。これ、うん、これのソースはこれ以外にも使えそう。これだけでご飯食えるね。あ、まあ、気持ちは分かるんですけど、バーナカウダでも野菜で食べるのしか僕は見たことないですね。でまた白馬の、うん、元々の野菜が美味しいから。あ、美味しい。冷えてんのもあるんですよ。これものすごい冷えてて、はい、冷えてんのとこちょっとあったかいのと、あとこれまあ油多いから、まあ、野菜だったら朝ですよ。ちょっとそれやる。そうですそうです。ね、そうです。この味何これ、バジル入ってて。ちょっと聞いてみましょうか。いや別に僕はスパイじゃないんだけど。分かってないのがあって。すごいな。これまたね。今度注文させてもらいますわ。かしこまりました。伝えておきます。この味覚えたら。はい。じゃ食べたことなかったね。お前ないね。知らんからね。
これ大根、なんとか大根って聞き忘れた、もう一回言ってくれる、大きい大根みたいな。香辛大根、香辛、紅の、紅の、紅の、そうです、そうです、紅の辛い、辛くないけど食べてる、新、新やと思う、新しい、新、あ、新、うん、あやと思う、本当。でも大根シリーズだよね、レッドラッディッシュと、グリーンもあったし、グリーンのやつは何て言ったっけさっき、ビタミン大根、ビタミン大根だよね、栄養ありそうな感じだよね、はい。あで、これはちょっと大きめの皮が赤っぽいよね、はい、合うね、これやっぱりあっさりしてる方が合うんやね、やっぱりね。ちなみに中身聞いてきたんですけど、あ、ちょっと待って、当てます、フォアグラとか味ないもんね、あ、それ違うか、ちょっと違います、潰してとかちょっと違います、あ、違う、なんかすごい濃厚やね、バジルは言ってくれたから、まあバジルは、まあ、バジルは言ってなかった、言ってなかったか、言ってなかったです、でも入ってる、入ってない、入ってないか、入ってないみたいです、あ、僕思い込みだとしたら、なんだろう、これちょっとね、あの緑っぽいのが、言わん方がいいです、いや、もうギブアップする、わかんない、ちょ、本来のバーニャカウダは、うん、ニンニクとアンチョビとオリーブオイルと、うん、みたいなのをベースに、みたいなの、まあ、その辺は絶対入ってるらしいです、うん、定番があるの、やっぱりで、うちオリジナルなとこが信州のお味噌を入れてるんですって、それが多分結構濃厚なんやと思います。あ、ほんと、はい、意外やね、そうですね、和が入ってんや、いやでもほんまに美味しいと思うんですよ、食べたことあるのね、これほら、あの ちびっと、ね、ちびっと食べたことあるぐらいで、やっぱりそれは説明しないとあかんからね、お客さんにね、僕ら普段出してないんで、メニューにのたまたま載ってるの見て、あ、載ってるやんと思って、あれ季節もんとかなの？バーベキューです。に付くの？バーベキューのどっちだったかな？今ラムバーベキューと、うん、プライベートバーベキューって言ってあのテント立ってたじゃないですか。あ、向こうでやってたのと、はい、ここでやってたんだよ。あの今2つあるんですけど、こっちでやる方のあのラム肉メインの、うんうん、バーベキューの前菜が。要はジンギスカンじゃないの？バーベキューはジンギスカンって言わないの？あれは別か。ジンギスカンは。信州の。ジンギスカンは確かあれまた別か、なくなったんですよ、やろうとしてて休業で、確かこの期間に本当はやるんだったんですけど、なくなっちゃったんだ、はい、じゃああれとはまた別のバーベキューで、あれとは別 の, あの去年もやってたバーベキュープランの、うん、あの要は含まれるっていうこと、コースのコースの中の前菜がこれなの、これでむちゃくちゃあれやね、嬉しいねそうな脇役みたいな立場だけど、僕これメインでもいいぐらいはすごいね、これで単品でも頼めるよね、なんか乗ってたの見たよ前、僕持って帰ったメニュー見たら、もう多分乗ってないですよね、いや3月ね持って帰ったんだ、もらって帰って何気に今回売る時見てるバーニャカウダ1600円とかなんか書いてある、やっぱそうですよね、あのね前まではあったんです、でもこれじゃなくて、多分既製品のいわゆるバーニャカウダソースっていうのが売ってるんで、あ、そういうのあんの、あれも使ったやつ、じゃあここにもう既製品を入れて野菜だけ用意してって感じで、もともと出してたのはもともと冷たいソースに温かいお野菜をつけて食べるみたいな、これと逆逆な感じで、それもありなんよ、もともとやってたんですけど、それもバーニャカウダっていうの、そのなんかバーニャカウダソースっていうのはニンニクとかアンチョビとかあの辺を使ったこう、じゃあ温めるのはいいんだね、ともかく冷たいバージョンもあるってことね、あれこれ聞いてごめんよ、僕がよく外で食べるのは冷たいバーニャカウダソースですね、あの食べるのレストランで、レストランとか例えばどういうレストランで、イタリア料理とかのお店とか行くと大体イタリア料理もあるの、僕フランスだと思った、イタリア料理に多い気がするんですけどね、本当もともとイタリアか、僕フランスだとググってみます、ね、ググってみる、僕も調べてみる、僕も勉強不足で、いいえ、私もそんなにペラペラ言ってるだけでそんなに知らないです、いや僕も聞きかじって、はい、出来心で食べてみたいなと思って言ったら、で、これあるよっていうのは北口さんに前聞いたの、3月にね、はい、あるのってどんな風にするのかなと思って、でアイデア次第でデザートにね、例えば、いや僕勘違いした入れ物の名前やと思ったんですよ、はいはいはい、だからソースだったら違うね、やっぱり、うん、これはね、美味しいと思いますよ、で、これは予約しないとダメだ、
オリジナルっていうことになると、これはもうほんま浦野さん専用で今回作ったんですよ。ちょっと待って、いや本当に本当に幻じゃん。あのいや何が言いたいかというとね、今度来た時に、うん、これ食べたい注文させてって言った場合、前もって言った方がいいのか、いきなり言われたら困るよね。多分困ると思います。前もって言った方がいいね、早めにね。あの今回みたいに、うん、SNS なりいけるって 聞いた方がいいよな。そうですね、通常もメニューに載ってないのでそれすごい、すごいこと言ってしまって。まあ、いやそうですね、バーベキューも基本事前予約制についてくるこれなので、うんうん、事前に行っていただけた方がスムーズにご用意できる。制限やったら家でも曲の話できるよね。知らんかったもん。多分売ってると思いますよ。ちょっと言い方悪いですか、タッパーみたいな、あなんですか、ね、はい、レトルトみたいな感じのやつが。分かる分かる。でもこれはもうオリジナルだから、これオリジナルです。これ気に入って想像してたら買ったの、はあ、多分違う、多分既製品はそこまで完全違う、ね、これはもうバッチリよ。これよかった。これを食べ味見たことあるの？これを食べたことあります。ここのやつをちゃんと。だ僕に今日出してくれてるやつをってこと。はい、これを。じゃこれは再現できるのね結局。僕はできないですよ。じゃあ道枝さん。ああ。じゃあ僕のため僕のためって僕オンリーでオリジナルで最初で最後とか言う。ちょっとそれはニュアンスがちょっと。あ違う。違います。そういう意味じゃないですか。あのびっくりしたよ。あやろうと思ったらできるんや。やろうと思ったらできます。当然そうやこれ。そのあのバーベキューについてるやつのソースと。あこれなの？これなので。いやこれめっちゃええわ。よかったです。しかもね健康的にはこんなに野菜食べれるから。そうですね。罪悪感ないよね。この間のあの8000バーガーは美味しいけども、はい、あのすごいやんやっぱりあのフォアグラとかドバドバドバって入ってて、バトンあれちょっと罪悪感美味しいけども、そうですね、カロリー高いし。あこれええわ。よかったです。これギャルも女の子も喜ぶやん。こうやね、あおしゃれ。女性が多分バーニャカウダってその野菜スティックがなんか一時期流行った時があった。あるある。大抵あのラウンジの無料のやつにポコッとさ、はい、まああの色気ないんですよ結局は、うんうん、何にもつけんと。まああの サザンアイランドとか、はいはい、一般的なドレッシングで、まあ、大したことないですよね。うんうんうん、うん、それやっぱこれやったらやっぱり違う、全然違う。これは東京の女の子なんかみんなおしゃれでしょ。おしゃれにこうやって食べると思う。おしゃれ。うちの嫁なんかも、うん、いや僕こう見えてギャルが好きそうな食べ物何でも好きなんですよ。あこう見えてなんか悪いけどね、みんな僕みんななんかこんな好きって言ったら気持ち悪いけど、ほんまにこれよかったです。これはええわ。これ道枝さんのやっぱりレシピでやったっていうことは、まあ、アレンジです。アレンジしてるね。道枝さんか村上さんか。村上さんかもしれない。全部決めてるので、ここは。分かんないけど。まあ、ここはここっていう。うん、道枝さんだと思います。厨房のね。はい。でも味噌入れてるっていうのが、まあ、明らかにそれはオリジナルだからね。そうですね。オリジナル。いろんな味噌入れるとか、なんか、あるやろうから。うん、味噌の入れ方もあるでしょうしね。そうだね。分量もそうだし、銘柄もあるやろうし。はい。そうじゃないと、こんな再現できないじゃん。そうです。こら。すごいよ。よかったです。これで終わっても満足して帰るわ。あ、本当ですか。すごい、もう満足、最初から満足。まだまだあるんで、今日は。牛カツは僕も見るの初めてなんで、ここの牛カツは。そんな裏技あると思わなかった。これ美味しいよ、言うとく。あの、言わんかったけど美味しいよ。よかったです。ジュレも気に入って、朝も出してくれて。このジュレ美味しいっすね。うん。だからそれね、北口さんにも言ったけども、もう市販されてれば僕買うわって言ったけど、多分ないでしょ。これでしょ。自家製なんだよこれ。でしょ。このジュレは。でしょ。はい。むちゃくちゃだから贅沢なことしてるんですよね。よかった。これもっとアピールしたらあのすごいよ。話題になると思うんだけど。高くなるんですよね。ちょっと高いんですよ、ね。設定出すとしたら。いや高くてもいいやん。2000これだけで、ね。はい。2000ぐらいするのかな。2000取ったら。もともとそれぐらいの値段設定。1600とか買えなかった前の。あれはでも既製品であるので。既製品だからもっと値段が張るわけ。そうですそうです。でも手間もかかるしね。そうです。なので、うん、やっぱりあの厨房もこれにつききれいになったり、そこまではないと思いますが、あと多分うちの雰囲気とかにあんまり合ってないんじゃないですかね。グリル料理がメインなんで、やっぱお野菜もどっちかっつったらグリルした方がうちらしさが出るのはあるんで。でもあの鶏通じたけども、鶏にグリルのこの網目模様通じてね。はい。まだ見た目いいんですよ。いいですね。で今朝のねあのパンの、はいはいはい、切り目入ってたあれもむちゃ気に入った。あれやってくれるとね、
バター塗った時に中ピーって入るんですよ、うんうんうん、もうなんか僕あのたまにやるけども行儀悪いけども開けて塗る時も中に浸透するようにすごい見た目悪くなるんだけどね、あのだからアイデアすごかった、見た目もいいし理にかなってんですよね。ちなみに明日の朝ってなんかもうリクエストされてます？いや昨日、あ今朝はもう道枝さん、はい、あ村上さん考えてくれ、それも任せろって言ったんだけど、はい、明日特に僕ないんで何でもいい。和がいいですか洋がいいですか、やっぱ洋ですか？いや、今回200なんで、まあ和だったら洋とか洋だったら和っていう感じかなと思うんだけど、なんかおすすめある？あのそんな特別なことせんでいいよ、ほんと。おすすめですか。でも和ってたらやっぱりお茶漬けになるとか、いつも通りぐらい。通常のやつは食べたことありますか？知らん。通常っての、ま、和のこと？和も洋もです。多分僕が今まで浦野さんに出してる朝ごはん、最近は全部特別料理なんで。はい。そうなの？なんか悪いような気が。普通どんなの？悪い質問やけど。普通って通常はもう和食はご飯と味噌汁かけんちん汁か日替わりで、お魚と焼き魚。焼き魚。これはビュッフェで置いてあるやつをパッとこう盛る感じのやつ。魚やったら。魚ですか？魚やったらこんなちっちゃいやつが。そうですそうです。あんな感じのやつか。そうです。で、あとはお漬物あるね。と、納豆か温泉卵、うん、まあ、あの辺にあるいつものやつがパッとこうセット麺になってた。そうですね。で洋食は、うん、パンはクロワッサン、マフィン、まあ いつもある感じのやつでしょ。普通のブレッドみたいな感じで、トーストはもともとないんですかね。あ、そっか、トースト自身が特別なんだ。そうなんです。あの切ってくれててやってるから。はい、でもあれめっちゃ気に入ってて、そしたらもう明日もね、あの甘い兄弟するんだけど、はい、あれはあれで嬉しかったけども、はい、生クリームとチョコ、生クリームチョコなしで、はい、あれねバター、有塩バターで、はい、シンプルに食べるのが、あのバターでいいですよ。あ、あれでいいわ。だから別の皿で出してくれたのは、うん、多分無塩だと思うね。多分そう、料理に使うような感じだったから、はい、で僕はちょっとどっちかというと有塩、パンにつけるのは有塩の方がいいんで、ちょっとちょっと塩分が感じた方がいい、はい、だからそれで、その代わり甘い あれは明日はいいということで、パンをもう一回同じ感じで食べさせてもらいますかね。かしこまりました。で、あの最初は1枚でいいですか？で、食べれたらまた追加。わかりました。すいません、それ自体が特別で申し訳ないですけど、いい、あとはもう、まあ、サラダ、ヨーグルトとかそのあたりはね、またお任せでいいですか？お任せで、うん、かしこまりました。まあ、卵料理なんかも、あ、それもお任せでいいですわ。お任せで、うん、かしこまりました。あの今日のは今日ので素晴らしかったけど、ただあんまり手間かけたり特別なこともう限界あるから、そんなにあの無理せんといてほしい。ご希望は一応トースト、うん、あのトースト、うん、今日のソースむちゃくちゃ気に入ったから、あとでバターを置いててくれたら。わかりました。サラダ、サラダとヨーグルトと卵料理ないよね。で、ちょっと今日はあれ、オニオンスープあったよね。あれ美味しかったわ。スープはつきます。明日は多分コーンスープかな、うん、いいよいいよ、そんな感じでいい、はい、いいですか、うん、そしたらそういう感じで食べきます。いい、ね、大満足。とんでもないです。だから甘いあのマフィンとかそういうのいらないです。もう食パンでいきましょうか。あれバターシンプルにバターつけたらなんてうまいんだろうと思って、うん、僕も持ってないから今日はチョコレートとかつけてみたんだけど、ジャムとかあったけど、うん、あれは明日はいいですわ。かしこまりました。リンゴバターとかも、あれもいいですわ。悪いけど、そしたらもうパンにつけるのはバター、うん、あの既製品のあれでいいですわ。パンバターの海で、のかしこまりました。あれね、それでもパンのやっぱ旨味があって、あの焼き方と厚みのね、ね、入れてるっていうさ、気に入った。ただそんな感じ。それで明日も、うん、明日もう一回同じような感じで食べてみたい、はい、すみません。かしこまりました。よろしく。多分あの時間的には9時頃9時から9時半のぐらいの間かな。かしこまりました。明日あの3時4時ぐらいまでちょっとゆっくりするんで。そうなんですね。今日も長距離ドライブで、昨日もでまた明日帰るし、うん、ちょっとゆっくりするわ部屋で。かしこまりました。うん、そういうことで、これまあ食べてからじゃあ次スープですよね。もうちょっと待ちましょうか。いいよ別に持ってきてくれても。じゃあスープご準備しましょう。うん、ね、はい、置けるでしょここに。置けます置けます。じゃあもうそろそろじゃあ準備してもらえますか。かしこまりました。これちょっとぼちぼち食べてますわ。
食べきらないと持ってこないってわけは大丈夫やね。いや、あのご希望ベースで、うん、じゃあもうこれはこれでスープじゃあ次お願いします。ぼちぼち食べてるんで承知しました。よろしくお願いします。はい、よかったら、うん、フレンチトースト作りましょうかと、うん、どうしましょう。ぜひお願いします。トーストとフレンチトーストでもいいですか、うん、いいです。じゃあちょっとあのトーストって今日の今日のトースト最小単位だよね、はい、だからそういうプラス今日は半分追加したけどもちょっと小さめのフレンチトーストで上品な可愛らしい感じでかしこまりました。量的な問題で、まあ、ちょっと楽しみしてます。まあ、めんどくさいだろうと思うけど、1個だけの。すいません。そんなことないです。あのそういうリクエストは、伝えておきます。よろしくお願いします。はい、これ、あの、後で知ったんだけど、氷やってて涼しげで、夏、見た目いいし、そうめん的だね、また。乗ってる時わからんかったの、さっき。あ、そうなんですか。見えへんかった。いや、よう見たら見えるんやけども。これ何もかもいいよね。やっぱ、スープもぜひ楽しむ。すごいわ。なんだっけ、それはぐらいだっけ。じゃあサフランス風味のもずくスープ。あ、もずくって言ったっけ。僕全然関係ないわけだけど、はい、石もずくでしたかね。もずくね。はい。おお、俺何やチョコメントで取るやつ。日本海とかちゃうのか。確か日本海の岩もずくやら石もずくやらを使った本当、はい、スープです。じゃあ楽しみします、はい、じゃあよろしくお願いします。はい、はい、来ました。はい。いやいや、全然待ってませんよ。サフランフルミのもずくスープです。お魚。サフラン、え、サフラン。サフランフルミ。サフランって黄色の色のあれよね。はい。この魚っぽいのは何だっけ？タイです。これタイなの？日本海から仕入れたタイです。あ、もずく入ってるし、でアイスプラントが入ってて。こちらはあの温かいうちに温かいうちにすぐ食べます、はい、召し上がりください。パッと写真撮ってね、はい、ありがとうございました。いただきます。はい、はい、
これトマト入ってるかな、ちょっと違うかな、スープ分からん。そうです、ベースがそうですね、トマトは入ってるはずですね。ミネストローネ、ミネストローネ風やね、はい、はいはいはい、もうこれも最高でございます。藤原さん、そのままメインご準備しましょうか。そうやね、もういやいや、もう行っていいですよ、麺お願いします。じゃあ麺とそぼろご飯。そうですね、これタイね、揚げたてで、はい、パリパリしてて熱いし、そう最高、すごいタイミング 見たりしてる、すごいね。ありがとう、まあ料理長なんで、これはいや、それなかなかできないと思います。すごい特別ですよ、申し訳ないぐらい特別だ、ありがたくいただきます。もう、はい、じゃあもう、はい、行ってください。ご準備いたします。お願いします。はい、
さかトリュフ入ってないよね。まさかね、まあ、バニラカウダ。前、騙されたから。入ってるとは言われんか。まあ、多分、そうだね。いや、香りが。気持ちわかります。香りいいんですよ。香り的に。うまい香りがね。前、それで騙されたの。今日も逆の意味で騙されてる。置いてください。置けるかな。ここめちゃめちゃ美味しそうっすよ。そぼろご飯が、これで温泉卵入れて、これはわさび醤油ソース、マスタード、わさび醤油、これが青胡椒ドレッシング、サラダに使ってください。ちょっともう揚げたてらしいんで、多分ねすぐいただきます。もたもたしてるとあれな、せっかくのね、ぜひぜひパパッと取ってこちらで一応、あとはデザート、そうですね、です、うん、ので食べたらまた言いますわ。はい、ごゆっくりどうぞ。早速、はい、いただきます。はい、
そうなんですよね。でもこれって誰でも作れないと思うんですよね。で、低温調理でもないの。内部は低温だろうけども、はい、まあ、表面はカリッとするんで、これは贅沢ですよ、こんなん。あ、よかったです。またこれすごい牛とか言うけど、なんとか牛とか言うけど、普通聞けない。いや、それは聞かんでもいいけど聞かんでいいけど、聞くのが怖いわ。これね、僕的にはね、これとんかつソースだった。そうです、これとんかつ思い出すのね。牛だけど、これで食べたとんかつ思い出すんだけど、美味しい。これがいいかな、僕は。いや、いいっすよね、わさび醤油いいっすよね。思います。どっちかというと、わーですよね、これ。はい、これね、ほんと、まあ、例のあれですよ。このわさびは信州のあれでしょ、あれです、刻んだやつ。結構これ強烈なんだけど、うん、最高かな。ぜひ、温かいうちに堪能してください、うん、これも美味しいっすよね。めっちゃ、めっちゃいい。これメニューにバーないのね。ないです、ないです。これは完全にないです。これは、うん、ないです、ないです。あ、うん、うん、うん、ないです。今のところはないです。うん、そぼろがね、美味しいんですよ。また、ね、もしか思い出して、いつか食べれるとか言って聞くかもしれない。あの時のあれって言ってくれたら、多分2人は作れるはずなので。ね、そうやね、いつかね、はい、まあ、手の、あの状況、空いてる状況とかいろいろあると思うんで、まあ、写真撮ってるから写真見せれば、散髪屋みたいにこれにしてとか言って、そうですね。で、お値段見積もってもらって、はい、あー、ぜひぜひ。これすっごい贅沢ですよ。ゆっくりと楽しみに、ありがとうございます。はい、じゃあちょっと味集中してますわ、はい、お邪魔しないです、しばらくは、はい。
っと電池交換して、少量サイズをいただいていいですか。あの先食べますか、デザートの後にしますか。多分先の方がちょっと先の方がいいよね。できる、今からご準備してもらう感じで。うん、いいよ。かしこまりました。無理言ってるようで、悪いけどすみません、よろしくお願いします。はい、本当に無理やって言ってね、遠慮せずに聞いてみてね。はい、わかりました。なんか問題あるようだったら、わかりました。わがまま書いてる。スペース開けた方がいい？ええ、まあそんなすぐに来ないです。一口で終わるんで、あのここ開けられますわ。これ終わります。はい。一瞬後に言います。統括のレストラン統括、まあ、あの方、島田さん、いや、そうそうそう、千田さんの上の人、はい、なんかでかい人って言ってましたわ。そうです、なんかダメ押しされたり。みんなでかいですけどね、うん、食べるの好きなんだろうかね。そうですね。いや、僕はもう面識全然ないですけど。ああ、表出ない人ですからね。こっち来ないの？いい、この間も来てましたよ。あ、来たの？はい、あの様子見に、四半期に1回ぐらいですかね、回ってますよね。千田さんみたいね。前千田さんそんな感じだね。で、村上先生、やっぱりあのオリジナルですよね。やっぱ研究してるの分かるんですよ。ありえないですよ。あの、ありきたりじゃないんですよ。これはすごいです。
ただもんじゃないですよ。ただもんじゃない。これいつでもいいんで。あ、もうじゃあ下げます、ね。ついで時に。はい。スタッフ全員味見するわけじゃないでしょ。やっぱりレストラン担当だけど。藤田さんぐらいは味見てる。藤田さんはもちろん全部食べてます。やっぱりそう。出す前というか企画段階で食べてるはずです。ああ。僕も本当は食べなきゃいけないんですけど、なんかね、暇な時にしかせんから、暇な時に休もうとするんで。いない時が。あんまりですよね、その試食会の時に。それ無理しても来たいぐらい。でも仕事やからしゃあないな。割り切らないとね。そうなんですよ、うん、それはしゃあないわ。みんなが多い時にしてほしいんですけど、うん、だからフロントも取っとった方がいいじゃないですか。ほんまはね、はやっぱり味知ってるとね、人に勧めんの、あの、ね、本気になるよ。確かに、そうですね、うん、そこが一番重要なの。そう、上辺だけで言っても分かるもんだって。これすごいわ。バレますしね。わかるよ。ちゃんとね、あれ食べてない。そうよ。イエス。この旨味はどっから来るんだろうか。生まれ変わるですか。旨味っていうか香りっていうか。アンチョビってそんなに旨味があるのか。旨味はあるかもしれないですね。味噌かもしれないですね。いやでも味噌。味噌はまあ塩分入るって言うけど、よっぽど美味しい味噌だとしたら。気に入ってます。よかったです。全部美味しいけどね。はい、パイタンはこれもね、ここオリジナルだと僕は。なんかこれ既製品じゃないでしょ、ぶっちゃけた話。冷凍解凍とかさ、そうやったら失礼よね、うん、なんかしてなんかうんって言って、あんまり把握してないですけど、そう、秘密かな、はい、インスタントじゃないでしょ。トロッとしてるんですよ。でもです、ね、さすがに鶏をあのグツグツして、あのラーメン屋みたいにはしてないと思うけども。そうですね、それは見たことないんですけど。そこまではしてない。だって他に使う中華料理屋さんじゃないんだから。はい、まあ簡便に食べるにしては僕は気に入って美味しいですよ。だからまあやっぱり、はい、あの選んでるっていうことだね。そうです、うん、まああんまり追求しない。いや、あんまり把握してないで私。そうなの、ね、そのラーメンに関して。そうなの、ね、はい、食べたことある？もちろんです、うん、あの夜泣きをやるときに全部食べさせてもらいました。そばはそばでね、麺が僕好きなんですよ。ちょっと揃ってないような素朴さがあるんですよね、はい、そうですね、うん、技とかあのたまたまか知らんけど、いつも思うのちょっと平たい系の麺で、うん、それはちょっとわかんないですよ、ね、いやそうよ、いつも見てるもんだって。それがあの機械で、機械かもしれないけど、機械であってもちょっとバラついてたのが僕好きなんですよね。で人間味があって、はい、それがいつも思ってた。昨日もそうだったし、それすっ気に入ってんですよ、はい、あの見た目とかいいですよ。やっぱり選んでるんですよ結局はね、どれを使うかって。だからその時点でもいいんですよ。だからそれはもうここで売ってるわけじゃないし当然ね、はい、だからやっぱどっかから入れてんだけども、分かる、
こういうのもだから全部そうなの。それでいいんですよね。ありがとうございます。まあ、もう変なもん出すなの分かるし。ともかくうまいって言うこっちゃ。ありがとうございます。すみません。じゃあまたデザートの時言いますわ。はい、終わりましたってね。かしこまりました。はい、いただきます。これ麺美味しいよ、言うとくけど。でかい声で悪いけど、麺美味しいよ。おー、よかったです。ラーメンのね。もう気に入っていただいたこれな、鍋に入れても合うと思う。鍋。鍋の、なんか最後に。あ、そういや、僕がおすすめした鍋屋さん行きました。まだ。知ってませんっけ、ね、そうや言う。いや、名前、なんやったっけ、それ。忘れた。あの、居酒屋なんですけどね。別に鍋屋じゃないんですけど。何の鍋やったっけ？もつ鍋と鶏塩鍋があって。ああ、あの、聞いた。もうともさえ覚えてるよ。でも行ってない。あそこ夜しかやってないんですよね。うん、で遅い時間やってるんで。飯はいけんの？ご飯いけんの？ご飯だから、ご飯食べるっていうのいけるの？飲みじゃなくてもいけるの？全然全然、僕ら車じゃないですか。ああ、全然飲まずに鍋だけ食べに行きます。ご飯もあんのってこと？米系もちゃんと居酒屋なんで、あの居酒屋料理いわゆるが結構あります。ご飯類あんの？ご飯類はおにぎりとか。あ、そうなの。チャーハンなかったかな。なんかそういう系もあった。いや、飯系があればいいよね。ありますあります。うん、あそこは、ね、美味しいですよ。うん、私好きで。うんと、まあ、鍋しか食ったことないですけど。ちょこちょこ行くの？よう行ってんの？あのね、ひどい時というか、すごい時は、どのくらいだったと思うんですよ。週に3回か4回ぐらい。夜に？夜仕事終わってから？仕事終わりに。で、結構遅いでしょ？なんかね、唯一空いてんのがそこぐらいしかないのもあって、10時、11時とか弱って食べに行こうとしたら、やってないのもあるんですけど、でもその時間食べれるわけない、結局。食べれます。いや、僕もあの夜写真撮るとき遅いから。そうです、そうです。そういう時によかったら使えるかなと思って。で、季節問わずやってんの？例えば今とかやってんの？あ、グリーンシーズンもやってます。やってんの？そこはなんか、どっちかって言ったら、あの地元民向けに、うん、あの営業してるっぽくて、うん、営業時間とか、うん、その休みの関係とか。本当？はい。日曜日は休みなんですよ。あ、本当？はい。でもはっきり言って、千歳が一番多いんでしょ？行くのがですか？うん、この辺で飯食う、ね、正直、自粛期間中、ダイエットしてて食べれなかった。外食せんかったんですよ。何をどこで食べた？家で自分で作ってて。あ、自炊できんの？キッチンあって。ありますあります。簡易キッチン。自炊できるんやったら、別に外行かんでいいやん。いや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 、一応出張の身なんで、作るのめんどいなってずっと思ってたんで。選べるんやったらいいけどね。あの ちょこって外出て、ね、だいたい車乗るっていうのがまずあれでしょ。まあそうですね、車乗らんと基本的に。まあ、でも意外とこうそういう、うん、千歳みたいなこう地元民に向けた店が結構白馬多いんで、こう観光価格というよりかは。あ、そうあんの？ありますあります。その前から僕探してないけど、だからあのそのトムソーヤの前のライムライトっていう喫茶店もそうですし、あとはラーメン屋も、いやもうあの丸玉以外は観光価格じゃないんで、うん、丸玉だけなんで。あ、そうなの。前教えてもらった、なんだっけ、とんちゃんラーメン違うかね。とっつぁんです。とっつぁんか。
あれは観光客じゃないの、あれ地元、あれは地元向けじゃないですか。結構安いと思うんですよね。いや丸玉がね、高すぎるんですよ。まあ普通っていうことやね、そうしたらね、はい、丸玉は観光客価格、あれ絶対観光客価格ですよ、うん、エコーランドにありますし、そこやもんね、はい、絶対そうです。そこ の, あの手前のラーメン屋はね、高橋家ですか、うん、あれはもう観光、若干観光客向けですね。じゃあこの辺観光客って感じか。そうですね、まあペンションとかなんかあると、はい、観光客がうろつくとこだからね。どっちかっていうと海外の向けに作ってますよね、どこも。意識してるよな。意識はあると思います、うん、ようなもの、ずとやっぱり値段設定もそうだわ。はい、丸玉は多分あれば開かないっすねなんか須藤さんに会えてないっすけど、なんか昨日、あ、今朝や、通りかかったの、ジョージ出てくときにいました。開いてて、そうなんですよ、ゴソゴソやってた。で、クローズドってなってんだけども、はい、なんか作業してんのよ、中で。してます、してます。分からんけど、誰か分からん。開ける開けみたいな話してるじゃないですか。それから次の業者かなんかが来て、見てるとか、居抜きとかね、はい、分からんね。僕はもう、丸玉は多分もうオープンせんないのかなと思って。あ、そうか。あそこぐらいですもん、オープンしてないの。僕はまあ、あのあそこで、あの台湾混ぜ麺生まれて初めて食べて気に入って、で、たまたま閉まった時にガスト行って、はいはいはい、フェアでやってたんだけども、なんじゃこれね、あれを先に食べたら台湾混ぜ麺って絶対食べへんから、やっぱり丸玉で食べたから、あれ気に入ってるんですよ。908円とかだから、まだ許せると思う。ね。そうです。税込み980円、あのまあまあ、観光客かもしれないけども許せる。ガストよりはやっぱラーメン屋の方が美味しいですよね。うん、やっぱり全然違かった。僕は初めてで最後なんで、他の食べたら比べようがないんだけども。あのお兄ちゃんに行ったら、あのマシマシ、ニンニクとニラをね、はい、無料の範囲でちょっとおめえって言ったら、そういうちょっと融通聞いてくれるんですね。もうそれだけ十分やわ。ただ喉乾くすぐ塩分量高いみたいで、ね、美味しいんだけどね。そうですね。なんかここじゃ、このジローはもう一回食べたいと思いましたけど、うん、ジロー結構食べてたわ。いや結構行ってたっすけどね、もうなんか飽きそうにないっすよね。開けるなら冬じゃないですかね、多分いや本人に聞いたのインスタでつながってるから、空いてる日曜日1時過ぎに行くけど空いてるって聞いたら、うん、そしたら、次は開けるのは冬まで閉まりますと。でコロナで今まで来たからそのままずっと休みが続いて雪のシーズンまで休むって言ってた。今年雪のシーズンも開けてもどうかなところもありますしね、うん、なんかようわからんね。しかしね、だから外行くとしたら千歳、それともトムソーヤ、千歳かライブライトか。ライブライトって何なの？喫茶店です。あのベリシアの隣にある。それは美味しいの？あのお昼しかやってないのが、ね、ブルー行ったことないですけど、あのいわゆる喫茶店で定食メニューがいくつかあって、あ、本当ちょっとボリューミーな感じの。こうそれ何時なの？何時って開いてんの？昼過ぎで開いてんの？昼過ぎは開いてます。3時今で確かラストオーダーだったと思うんで、うん、あちょっと遅めなんや。そうですね、うん、そうだ、いけそうやな。もうそうなんですよ、あそこ美味しいですよ、うん、私は結構好きで何回か行ってます。まあ多分今度長居するとしたらまた教え、ま、もう一回聞かせて。多分トムソーヤとその今言ったのが候補になると思うから、ぜひぜひ。多分トムソーヤいいかもね、夜遅くでやってるって。そうなんですよ、今ちょうどね、おとといぐらいに行ったんですけど、うん、11時ラストオーダーの12時閉店になってたから、繰り上がりで、もともとは12時ラストオーダーだったからってことなんですけど、うん、基本的に飲みや、本当にただの居酒屋ですよ、うん、見た目もそうですし、メニューもそうですし。本当ただお鍋が僕は好きで、ずっと一人用の鍋が作ってくれるのね。多分2人前からとか書いてなかったんで、よくあるじゃないですか、お鍋は2人前からとか。あら、書いてなかったら、多分1人でもやってくれると思うんですよね。ちょっとやってくれると思うって、食べてないの？1人では行ったことないですよ。みんな後輩連れて行ってた。ああ、じゃあ複数で行ってるわけ。一応そこは複数で行ってます。なにそれ、1人で行ってないよ、分からんやん、そしたら。すいません。でも書いてないんで、多分それちょっと確かめて、一人で行く気ある？そこ一人は
いや、それだったら僕も嫌や、そんな。ちょっとじゃあ今度聞いておきます、ね。聞いといて悪いけど。聞いておきます。いやもう一人で行ってるもんだから。じゃそれ話違うやん、そんなみんなで行ってたら。そうですよ。うん、それ鍋はちょっとあれよ、そんな。確かに多いんで。うんうん、聞いておきます。それ従業員ということ？後輩とか。そうです。北口さんとか。そうです。あ、そうなん。そうですそうです。あ、そうなん。な、北口さんも知ってるやん。北口さんは誰だかな。とこ前おった吉水さんとかさ。吉水とかはもう何回も連れてきました。あ、どうなの。うん。何？複数やったら何も問題ないよ、そんな。問題は一人やねん。聞いてみます。うん。頼もう。この鍋が頼めるかどうか。うん。今度いつでもいいけど、今度来る時だから、はい、慌てんでいいけど。もらったから。あ、まあまあ、あの経験とか実績的には僕より全然上なんで。いや、すぐに名刺作ってくれた、はい、新人だって吉見さんも名刺持ってなかったのに。あの子たちはね、うん、あ、自分持ってる。持ってますよ。あれ、持ってなかったでしょ。もらってないよ。前なかった、ない、俺ないって言う。ちょっと持ってんのちょうだいよ。もらってない、はっきり言って。最初会った時に俺ないんですとか。そうでしたっけ。そうよ、あれからできてんだ。あ、私はもう、いや、なんか僕閉じてんもんなって。持ち歩いてない。だからどっかで会ったりしたら。そうでしたっけ。僕の名刺はあげてるよね。はい、ウランさんの名刺はいただきました、まあ、はい、くれなくても別にあげてる。あの、村上さんも交換したし、あの、ミシエさんも貸してる。あれ、そうでしたっけ。いや失礼しました。だから、いや、別にいいけどね、こんなん、まあ、形式だからどうでもいいんだけど、一応ちょっとコレクションしてるんで。そういうことよ。で、あれよ、あの、北口さんっていきなりこの間3月初めてで、はい、で、淡路島出身でって、馬があって話しやすいなと思って、すぐにパッと出したら、なんかチーフとかなんか書いてあって。それバイトだ。バイトですよ。何やそれ。マビウッド多いですよ。派遣じゃないの。派遣じゃない。いわゆる直接働きに来てるアルバイトです。そういうのもなんか見つけたわけですよ、彼女は。彼女は、あの、なんか支配人つながりで。あ、そうなんだ。藤田さんつながりで。前の支配人のホテルの。なんか僕詳しくわかんないですけど、うん、なんか知り合いの知り合いが北口さんみたいです。あ、紹介してくれた、うん、みたいです。うん、僕もそんな全然気になかった。まあ、ともかく、なんていうかね、安心感のある、はい、スタッフで、席と思ってたの。まあ、社員でもいいやん。社員になる気はないらしいですよ。何やそれ。そっか。いや、だから僕が心配するのは、どっか行っちゃうやん、その人。あのね、多分彼女は僕と一緒にいなくなります。どっか行くの。僕が帰るとしたら、彼女もここは辞めるみたいな話。帰るとどういうこと。彼女はないです。あ、もう完全に動くやろ。だからもう客としてはずっといる人っていないんだろうね。今、うちの会社は特に少ないですね。なんと言っても、あの、山際さんが辞めちゃったのがびっくりした。山際さんね、あれは、まあ、やん、あれはなんとなく知ってるんで、その裏というか。ああ、そうなん。まあ、大変だったの。事情違うけどね、まあ、はい、長年してる人やから。今何してるか知ってる、うん、プライベートな、なんか。チャリンコの写真しか見んすよ、ね。いや、僕もインスタやろ。仕事は何してるのか全然わかんないですね。インスタはいつも見てて、ライクしたら、たまに僕もフォローもライクくれたりするんだけど。たまってるお金で日本一周みたいな感じちゃいます。まだあちこち出てたよね。知らんすかね。なんか別のホテルのなんか支配人とか誰かに聞いたような聞かないような。あ、そうなんですか。したら、ヤクの人オーツプリンスに出てるんちゃいます。いや、わからん。だから名前も全然知らん。だからどうなってんかなって。ホテルつながりで。だから、あの、今載っけてる写真とか過去の写真の可能性もあるしね。あ、確かに。一時、あの、休んだ時に。そうですよね。うん、あの、辞めてすぐですよ。そう。だから、あんまプライベート、現在どうしろとか、そんな出せへんかったら、そういうのもあるから。今度、聞いてみます。いや、でも、あの、吉田さんが知らんかったら、知らんでしょう。いや、だって僕3ヶ月しかおらんかったんですよ。兄貴とか言うだから。いや、兄貴って呼ばせてもらってましたけど。そんな親しくもないんか。
いやでもべったりべったりまだしてないか。3ヶ月しかいなかったんですもん、僕唯一。あ、そうなんか。いやいや、親しかったら知ってんかなと思ってちょっと聞いてみた。あ、でもインスタはその連絡取りやってますし。そもそも最近も DM を頻繁にする。でも今どこで勤めてんねんとかそういうプライベートなことまで言ってない。なんか聞きづらいじゃないですか。うん、向こうから挨拶しないかな、そしたら。挨拶っていうか友達とか。なんていうんですかね。辞める時の挨拶を見たんだわ。僕実はフェイスブックつながってんだわ。あ、そうなんですか。だけどそんなことどうするかっていうのは全然上がってこないよね。それこそ僕はちょっと聞きづらいんだわ。客だし。そうなんですかね。だから、いやいや、まあいいんだけどね。いいんですけども、ちょっと寂しいんですよ、結局は。そうですね。よくしてくれた人が、確かに。いなくなった、そっかい。琵琶湖の大西さん、もう今月いっぱいで終わるって最近知って。あれ、そうですか。大西さん辞めるんですか。知ってた、顔見た。知らなかったです。いや、僕、日本のマリオットきっかけになった人なの。琵琶湖って初めてマリオット行って、はい、まあ、SPG と合体してからね。はい、でもうビビりながら行ったんだわ。SPG 良かったから、はい、シェアドンとかね、はい、マリオットってどうやろうと思って、まあ、日本ならではの愛想ないスタッフとかかなと思ったんだけど、それが全然予想裏切られて、むっちゃフレンドリーで、あ、そうなんですか。もうアップグレードって温泉付きの部屋とかしてくれて、むっちゃええやんと思って、入り口だったのよ、うん、だからな、大西さん良かったから他もね、まあここは新しいけど、他のマリオット、例えば軽井沢とか、いやね、他、まあ、東京は割と後だけど、まあ、軽井沢から最初、はい、行った。あ、そうなんですね。で最近あれよ、また白馬コロナ明けで久しぶりに行くって言って、一応連絡、僕行く時大西さんに連絡したんだよ、はい、まあ、別にだから何っていうことないけどもね、今度修善寺行くわ、彼が修善寺言ってたし、修善寺行く時も去年行ったし、でまた白馬気に入って行ってるよって言って、そしたら俺今月いっぱいで辞めました。嫁さんの仕事を手伝うことになったとか言って、うん、でまた、また決まったら多分教えてくれると思うんだけどね、はい、彼は繋がってるんで、社長かとか言ったら、いやまだ社長早いとか言ったけど、まあ仕事手伝うみたいな、だから自営やってんかな、奥さんの実家が、分からん、そこ何の業種か分からんけどね。理由はそこじゃないと思います、琵琶湖は。ん、琵琶湖は理由はそこじゃないと思いますよ、多分。別の理由か。厳しいんですよ、琵琶湖、いろいろ。何だろう、八田さんが厳しいの。いや、そういう意味だと思いますけど、なんかね、あんまりね、こう、噂を聞かないんで。なんかいろいろあるのかな、多分。今の現状は全然僕は分からないですけど、うんうん、まあ、僕が軽井沢行った理由とみんな一緒やろって思ってるんで。まあね、四本さんが体具合悪いして、みんな新大阪行っちゃって、なんかあるんやろね。そこはね、まあ、客として知るべきか知らなくていいんだろうと思うけど、多分聞かない方が楽しく遊びに行けると思います。まあね、立場違う。まあ大学の世界もそういうのはいっぱいあるから。そうですそうです学生は知らんでええけども、まああるんですよ。はい、まあ、多分よく似たもんだと思う。どこのね、どこの世界でもそういうのあると思う。そうです。うん、まあでもハードウェアと、あとはあれやね、フレンドリーさっていうのは、そこはもう客としてはね、良かったですよ。本当ですか。うん、琵琶湖、良かったです。暇あったら琵琶湖行ってたもんね、最初の頃。いや、新潟くらいから一時飛行機乗って行ってたもんね。お、そうなんですか。京都行きたいって言ったら琵琶湖泊まって京都遊び行ったり。津山は行かれないんですか。津山最初一番最初泊まった。ただだと。もう、もしただだと泊まらない。オープンしたての時はちょっとランク低かったから、はいはいはい、なんかね、フルサービスっていうかちょっと欠けてる部分だった。今はちょっと上がってるから、今はさすがにただ無理だけど、いやー、スイランガタガタだったもんな、最初言った。あ、そうなんですね。中がで、その時のスタッフが今、コートヤード新大阪の GM やってるの女の人だから、木村さんっていう人がね、話したの、この間行った時に、藤田さんのおかげですごい歓待してくれて、一泊しかしないのに、ものすごいことで別室に呼ばれて、セッティングしてて、まあこの人のためにっていうセッティングなんだけど、たこ焼きあるわ、もうすごいんだ。ほんでパフォーマンスもね、僕一人のために会議室みたいなとこよ、ラウンジの隣のね、夜景見ながら
集まってきてパフォーマンス炎をバーッと上げたり、だまあ僕は当然こう写真撮ったりしてんだけども、それでなんでそこまでって言ったら藤田さんがあのから指示を受けてますとか言って、藤田さんとね、そうですね、まあ、一応コーテアド同士っていうことでね、これありえんサービス受けられてしてもらってびっくりして、ありえんで言って、うん、びっくりしたんですよね。でその時に木村さんとちょっと話したら、スイラン最初ゴタゴタしてましたでしょって感じたでしょって、どんどんいたのよって顔はしてたかもしれん、多分お互いは知らんけどね。でスイートルームに入れてくれて、新大阪であの白いワニ側の白いワニ側を張った 三面鏡兄弟がね、パリって言ってた、フランスのパリから社長、あのモリトラストリゾートの本田社長さんが、はいはい、沢子さんが、はい、あの海外行った時に気に入って、へ送って、初めて知りました。で家に送るんじゃなくてコートヤードのその部屋に置こうと、でベッドの隣にあるんですよ、ワニ側の白で値段聞くのが怖いってあの木村さんも知らないので、で僕が言ったら今度聞いておいてあげるとか何か言ってたんだけども、聞きますとか言って僕言ったんだけど、そう一緒に出たんだから、ここ見えてん、置いた写真も撮ったけども、あ社長の趣味でここ置いてんやなって、使ってくれていいんですよとか言ってたら、まあ、まあ男やからそんな三面鏡使えへんけども、全部引き出し開けてくれたりしてね、伊藤さんっていうあのフロントのなんかあれがね、あの人も東京の人だけどすごいフレンドリーで、大阪に魂売ったとかなんか冗談で言ってたけども、大阪に泊まってるような感じですね。もうめちゃくちゃ雰囲気良かったね。にお相撲さん挨拶したいかったけど、たまたま休みで、にお相撲さんちょっと久しぶりで顔合わせて、あの体調良かったなって言ったんだけど、で一応間接的にいいよって言ってくれたけど、時間合わなくていなくて、うん、でもよそもさん、まあ、元気にしてるみたいだった。ともかく裏方さんでね、それは、うん、全部あれだ、琵琶湖が始まりだわ。そうなの、思い出深い。まあでもやめないでしょ、琵琶湖に、あ、じゃあ軽井沢に行くでしょ。そうですよ、やめはしないですよ。北口さんもあんたが行くとやめる可能性あるんだ、わからんけど、何とも言えないですけど、でも本人はそんなこと言ってた。言ってた、ほんま。客として寂しいな。一緒ここには僕もいないと思うんで。終身雇用とは考えてないのか。いや、終身雇用はもう思ってないですね。でも飯食っていかなくない。もっと上を目指すか。バイトか、そうか。僕吉水さん気に入ってん、吉水さん。社員でしょ。社員ですね、うん。でも二十歳で、あ、ようやるよねと思ってね。本当ですか。人当たりいいしね。なかなかできんと思うよ。人の良さが出ますよね。人の良さ、はい、ニコニコしてね、体力あるから疲れ知らずみたいな。すごい感心してるんですよね。今まで軽井沢行っちゃったけど、最近見てないけどね。ぜひ軽井沢も行ってあげてください。うん、行ってる。ほんまは今日終わったら行こうつもりだったけど、キャンセルして。あ、そうなんですか。うん、1週間撮ってたんだもん。で、ホタルの時期だから、はい、本当行きたかったんだけどね、ちょっとまだこのコロナ怪しいから、ちょっと東京方面は、軽井沢は関東勢、完全に客がそうでしょ、お客さんが、うん、でちょっと今回は遠慮して、まあ、気になる方は、ね、やめた方がいいですね、うん、で荒山さんと富士山さんにも当然言ったんだけど、今回はこっちだけにさせてもらいます。はい、またいらしてください、うん、清水さんやめんとってほしいわ。時間大丈夫かい？微妙な質問ですね。いや、もうじゃあデザートお願いします。いいですか？うん、もうこれ終わったんで。
デザートと一緒に。いや、これでいいです。いいです。うん、今日はいいです。おさぎさん、ありがとう。いいです。これやっぱりスープがちょっと塩分が濃いから、このままちょっときついですよね。美味しい。そうですね。うん、でもなんか行きたくなる気持ちはわかります。やってみたけど美味しいけどもちょっと。わかりました。じゃあごちそうさまでした。ありがとう。めちゃくちゃ美味しかったです。昨日ね、北口さん見たんだけども、かなり遅くまであっちに座ってたお客さんと喋ってたんだよ。で、僕は僕で、村上さんがこう来てくれて喋ってた。もう10時近かった。10時近かったから悪くてさ、でもお客さんもう一人いたから、さすがに。チョコバナナです。可愛らしくして、ちょっとブルーベリー、はい、ほんまは9時までやんな。ほんまは9時まででしょ。そうなんです。だからバイトや聞いたら余計に北口さんかわいそう。すごいね。かわいそうよくやるよね、まあ、追い出せばいいね。そろそろ閉店になったら追い出せ。いや9時だ。やりませんやりません。そんなの浦野さんじゃなかったらもうなんか8時過ぎた時点から言いますけど。あ、そっか、他の人から。だって8時で偉そうなんで、そうだね、怒られてるみたいなとこある。そうだね、居座っても困るもんね。はぁ、しかし、まあいろいろありますな。
冷凍バナナね。そうです、だから仕込んでくれてるんですね、うん、さすが。北口さん、吉田花子褒めてたよ。いやー、いつも褒めてくれるんですけど、僕なんもないっすよ。知ってない、知ってんだ、知ってんだ。いつも言ってくれるんですよ。あ、直接言ってんの。もありますし、あ、偉いわ言うて。人づてもありますし。じゃあ、あのお姉ちゃんみたいな感じでしょ、6歳上ぐらいだから、お姉ちゃんっていう感じだ。年齢的に。あ、まあ、確かに確かに。関係としてはそういう感じですね。今朝も言ったけど、年齢差的にね。そうですね。昨日も言ってた。森さんさ、頭良くて、気が利くし。うん、あの一緒に仕事しててものすごくやりやすい。褒めまくって お互いやりやすいですね、うん、相性も あるんだろうけども、タイプが似てるんやと思います多分、うん、客としてもやっぱ分かるもん、なんか居心地よくなるんですよ僕らが、そういう関係結局そうなんですよね。だからどっか行っちゃうなんて言われると困るんで、ぜひ軽井沢にいらしていただいて行くよ行くけど、なんか道江さんと村上さんも軽井沢行ったら気がして料理のね、ちょっと連携組んでるって言うから、料理もあっち行ってももう間違いないわけなんですよ。それに道枝さんが関わるんやったら間違いない。そう、間違いない。今まで軽井沢はこの間もそうだけど、その前一番最初に言った時最悪だったんだわ。前の言ったけど、そこはもう申し訳ないですけど、いやもう過去の話いいんだけどね。軽井沢はもうあの料理長変わらんと変わらないと思う。やっぱりそうなん、うん、ちょっとやっぱり分かるんやったらちょっとやっぱりよくしていかないね。やっぱりね、ここ来て道枝さんと出会ってね、全然ね、いい刺激になると思うよ。でもね、そうなんですよ。だってもうグルメのね、今噂してましたよ。もうありがとうございます。バーニャカウだってあんな感じだと全然思わず軽い気持ちで言ってしまって、いいすいません本当に。いい、もう感激、あれだけで十分です彼に言ったんですからむちゃくちゃ美味しいんですよ。でトリュフが入ってる、なんか美味しい香りって感じがね、味噌とか、まあ当然企業秘密もあるんでしょうけども、あ、味噌です、信州味噌ちょっと入れて。本当にトリュフ入ってません？嘘じゃないですか。入ってないですよ。この間逆にトリュフのあれ騙されました、ね、ずっと前ですけどね。 あれフレンチフライね、だって旨味が信じられない旨味があって、これ最高です。それで今度またもうできそうだったら事前にちょっとできるって言って聞いて、なんかバーベキューのセットになってたみたいですね。あ、そうですそうです、はい。だってそのバーベキューすごいですよ、あんなあれが出てくるんだったらもっとだからあれアピールして ここのあのバーニャカウダむちゃくちゃいいですよって言って目なんていうかすごい顔になる、食べた人多分ね、感激してるでしょ、あんな美味しいんだから一応あのこの近辺の野菜しか使ってないんでね、野菜も、はい、うん、野菜も当然美味しい、それとの組み合わせが最高で、あんな素晴らしいと思わなかった。出来心でバニャカブダって入れ物の名前で見せてって言って、あ、こんな感じって言っていいよってそういうつもりだったんだけど、あんな手の込んだあのすごいものだと思わなくて申し訳なかった気持ちでいっぱいなかった、申し訳なかった今度あの可能であればちょっと注文させて、あ、はい、機会があったら前もって言いますわ。でまた違うバージョンもあると聞いてるんでね、やっぱあれそのもの食べたかったらここしか食べれないっていう。昨日も村上さんに感激して、今日もビーフのカツも、ああ最高ですね。ああ、よかったですいやいや今もこれでありますけども、何もかもですよ。で彼と話しないけど、まあ軽井沢もね、だから非常に連携して あっちも行ってもあっち行っても何食べても美味しいっていう、裏切られないという感じでね、僕はともかく、僕はともかく特別、かなり特別なことされてるっていうの、申し訳ないんですけど、はい、もうメニューからこれくださいこれくださいって言って、それがもう美味しければ十分だと思いますので、ありがとうございます。山中港で、あ、まあ、山中2泊しただけなんで、去年ね、12月にサラダ、はい、なんだっけ、シーザーサラダ、シーザーかな、ロメインレタス、ロメインレタスがドカーンってあって、それでベーコンがこれぐらいの分厚いやつがドカーンってグリルしたやつがあってて、
こう見た目も豪快だし食えるかなと思ったらペロリと食えるっていう、でその出し方とあと味とでスパゲティカルボナーラ頼んだんだけど、あの桜チップでこうパフォーマンス的にこう開けたらもわっと煙が出てきて、ね、そういうパフォーマンスで、ね、山中湖はそれさすごいって修善寺もすごいんだけども でも山中湖遠すぎて距離的にね厳しいですよね、いやいや遠いですよね、だからここで今回みたいなの食べれたらもう十分なんですよね、もう底力見せてもらう、僕も知らんくて全然悪かった、同じもんチキンのガーリックをマシマシとかそんなのばっかり頼んでて、あのそれよりもあのお任せっていうか、いやそれは特別扱いしろっていう意味じゃないですけど、すごいですよね。で村上さんと道枝さんって、まあ、まあ村上さん新しい方ですけどね、会社としてはそうですけども、ただ客から見たらあのすごいタッグなんですよね。ありがとうございます。でも他でだって僕もいろいろ言ってる方ですけど、海外含めてあんまり感激しないですよね、ありきたりっていうのもあるんですけど、ここはもうオリジナルでもここ来ないと食べれないっていう限定されてしまうんで、 うまいんですよ。ありがとうございます。囲い込んで、多分僕だけじゃなくて、このだからだんだんこう人数増えてきたりしてね、忙しくなるんでしょうけど、人手不足の時困るんでしょうけどね。でもファン増えていいと思います。昨日村上さんここ来てくれて話したんですけど、もうすごいですわ、こんなそこにいかないなんて。でまたスタッフがねフレンドリーで、はい、何でもこう話聞いてくれる。北口さんもそうですけどね、北口さんも新しい人ですけどね、もう藤田さんはじめとしてね、もう人間的にも面倒、裏事情とか全然僕知らないけども客としてはやっぱり居心地良すぎて、ありがとうございます。もう最高ですよね。お待ちでいただいてよかったです。もう本当にお世辞抜き、僕結構言う方なんでご存知のように、何か気づいたこと言ってるんですよ結構、あの卵からむきにくいとか結構ストレートに僕言う方なんですけども、もうだけどそんな文句言うの僕がこんな褒めてるのってめったにないんで、ありがとうございます。もう感激ですわ、もう感謝しますわ、ここまでよくしてくれて。もう僕なりにあの教えます、人にここ来たらこんなうまいもん食える、ちょっと営業的にするしかない、僕そんなにお金出してないのにここまでしてくれたらなんか僕でできることないかなってねいうことになるんで、またご利用していただければうん、これも絶対いいですよ、あの食べる目的だけでも、ね、天気悪くても関係ないんですよ、ここで満足するんですよ。朝ごはんもすごかったんですよ明日もう一回朝ごはん、あのパンはもうあのズバリそのまんま今日完璧でした、彼に言ったんですけど、見た目とギリギリのあの切り込み入りっていうのと厚みね、まああの厚みとかも人それぞれなんで好みなんで別に無理やり合わせる必要ないんですけど、僕としてはもうやっぱあれが最高でしたね。だからもう一回明日同じパンを1枚と、あとまあ、あのおすすめされたフレンチトーストお言葉やまいでちょっと味わしていただきたいな。ご用意いたします。最後だね、こんなホテルないですよありがとうございます、うん、どこ行ってもないですわ。まあまた僕の知り合いとかよろしくお願いします。日本人もそうだし海外からもね、あの宣伝させてもらう、ここにすごいシェフがいるんだって。村上さんが多分今後だんだんこうメインになっていくと思います。何を言ってんのね、ミッチーさんがいてからこそですよ。あのやっぱりね、あれ切磋琢磨っていうかオリジナリティってなんか、さっき中島さんっていう人ですか、あのでっぷりした、いや中島さんって言わなかった、島田なんか名前は、はい、いや僕面識ないんだけど、その、あの千田さんのなんもう一個組織的上の方って言って僕知らないんですけども、なんか結構村上さんからの裏話聞いたら結構ね、提案してもダメ押しされてとかオリジナルってやっぱり追求してやっぱ考えてやってるんだな、それで生まれてるっていうのがね、ああそれはなんか分かる気がしましたよ。すごいね、すごいです、やっぱりそれがあってなことですよね。いやいや、もう感激しました。いや、わざわざコロナのこういう感じなのに来ていただいたので、うん、ありがたいなと思います ね、そうですよ、あのもうこのまま
収束してね、普通通りになってほしいなと思うんですけど、ここのレストランすごい何度も言うようにもう他行きたくないですよねぜひぜひ他行ってもいや最高ですわ。これもう絶対に、なんか機会あれば本当に考えますわ、ね、なんかそういうなんか食べるグルメの、うん、ここなんか考えますわ。営業、まあ、ビジネス的な話ですけどね、藤田さん喜ぶようなことでぜひあのお力になれることであれば、まあ、営業的にねそれぐらいしか、なんかね僕食べても僕食べるだけでも絶対儲けてないんですよ、これ手間ばっかりかけてるんですよねだからやっぱりそんなわけじゃいかない、ギブアンドテイクなんでね、もうね、そういうことです。すいません、あのいい、そこ軸まだ全部見てないと思うんですけど、まだまだいろいろあるんでしょうけども、これからまた時間かけて来ますんで、よろしくお願いします。またいろいろ味わわしてください。はい、かしこまりました。明日帰りますけどまだね、まだ待っておりますね、はい、藤田さんにもちょっと村上さんと道枝さんと、まあ、スタッフのね素晴らしい吉田さんと、まあ、北口さんもねちゃんと言います、僕もう感激でしたわ。すみません、引き止めまして、お疲れだと思うんですけど、こんなね神経使う作品作っていただいて、もう完璧でありがとうございます。またよろしくお願いします。もうファーストクラスですよ。ありがとうございます。すみません、ごちそうさまでした。はい、ありがとうございました。はい。